野犬。野犬とは、飼い主がいない犬である。野良犬とも呼ばれる。野犬は、飼い主のいない犬であるが、単に野犬というと野生化した犬を含む。ペットが捨てられるなどしている場合は、野良犬と表現する。野生化した犬では、オーストラリアのディンを、アボリジニトライの際に持ち込まれた外来生物がよく知られているが、一旦家畜として人間に飼われ、後に野生化して、 群れを作って犬のみで生活している場合が競技の野犬である。犬は肉食動物で人間に飼育され訓練されているわけではない野犬は人や家畜を襲う場合もあり危険視されている。ルーマニアでは旧社会主義政権が崩壊後、裕福層から転落した家庭で飼われていた犬が野放しとなり2000年代に社会問題化している。日本において 犬を飼う場合には、登録や狂犬病予防接種、経流の義務や徘徊の防止などの様々な規定があり、人間によって救仕を受けているものでも、この規定を満たしていなければ、野犬とみなされる。狂犬病の発生、蔓、ま、延を予防するため、日本では狂犬病予防法第6条を根拠として、野犬は積極的に保健所や、 動物保護センターの職員等によって保護、捕獲され、基本的に処分される。飼い主がいる可能性がある場合など例外を除き、3日から1週間といった各保健所が属する自治体で定められた保管期間を設けて保護飼育を行う。一方で、すべての動物は民法上、ものとして扱われる性質から保健所等が業務を行っていない休日や夜間に、 保護された犬は、遺失物、収得物として、所轄の警察署が保護、管理を行い、一定期間を経た後に、動物保護センターに引き渡している。保健所では、同期間内に、捕獲した地区の市役所、町村役場の掲示板に、当該券を収容している、胸の文書を掲示して、飼い主が現れるのを待ったり、定期的に開催する里親説明会等で飼い主を募集する持ち者が、 保護施設から気に入った個体を引き取るなどに応じている。しかしそれらが現れない場合、または保健所の方針で最初から処分が殺処分と決められている場合は安楽死としてガス室に送られ炭酸ガスによって殺処分されている。ただ、このガス殺処分では事前に麻酔による苦痛の軽減は実施されていない。 炭酸ガスの血中濃度上昇による意識低下が苦痛の軽減に役立っており、これによって安楽したる要件を満たしている、考えられている。これらの処置の後、焼却処分される。なお、一部の自治体では犬が負傷している、または病気の場合は麻酔投薬後に筋、歯患剤投与による安楽死の方法をとっている。日本でも処分対象とされた犬が、 動物実験用に研究機関へ引き渡されているという説について、過去には大学、製薬会社等に払い下げが行われていたのは事実だが、平成18年に全国的に終了しているため、現在においては事実ではない。動物実験は、その対象となる動物が誕生する前から入念な管理のもと扱われていることを前提としている。 どこでどう生まれて育ってきたかがわからない犬を使って、しまえば正確な実験や測定が行えない上、その犬が持っている雑菌やウイルスなどにより研究施設への汚染にもつながるからで、ある。近年では、住宅事情、ペット動物の社会的重要性の増大、伝染病予防など飼い主の意識の変化から犬を屋内で飼育し、散歩以外では外に出さない様式が増え、迷い犬の発生件数。 野犬や捨て犬の保護件数ともに急激に減少する傾向が見られる。一方で野犬ではないが飼い主が所有しているペットが不要になったりペットショップや繁殖などで不要になった犬を直接保健所に持ち込むなど所有権が放棄された場合に即日処分される場合もある。動物愛護法第35条は都道府県等は 犬または猫の引き取りを、その所有者から求められた時は、これを引き取らなければならない。として、飼い犬、飼い猫の引き取りを都道府県に義務付けている。また同法第35条2項は、全項の規定は、都道府県等が、所有者の判明しない犬または猫の引き取りを、その習得者その他の者から求められた場合に順用する。として、飼い犬、飼い猫以外の犬猫についても、 都道府県等に引き取る義務があるとしている。これは、犬を捨てるよりは、都道府県等に引き取りを依頼すべきだということが、定めているものと言うべきである。なお、飼い犬を捨てることは、犯罪とされる。動物愛護法44条3項、愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に、処する。なお、欧米では、アニマルシェルターなどの収容施設があり、 こういった野犬や野良猫の保護収容と疾病などの治療や予防接種及び飼い主の圧旋を行っている。これら活動のある地域では日本のようにペットとしての犬を求める場合にペットショップに行くという形ではなくこのアニマルシェルターで犬を品定めして引き取りこの際に登録などが済ませられるという形態となっている。日本における野犬は 飼い主の飼育放棄によって夜犬化したものが多数を占めている。道端の箱に入れられたスティーヌの映像や絵画はしばしば見られるモチーフである。その一方で欧米などの海外では保養地や領区などで一夏の間だけ飼われて使い捨てにされた愛岩犬や猟犬が夜犬化、周辺住民や旅行者、多くはそれら保養地を訪れた観光客が襲われると、 社会問題化している。同種の問題は1980年代のバブル経済期の日本でも発生、大規模な山狩りが行われたケースもある。また、災害の被災地において、ペットが東海家屋から脱走、野良化する事例も報告され、阪神、淡路大震災や新潟県中越地震において、避難施設へのペット持ち込も絡んで問題視されている。 特に犬はその習性上、群れを作る傾向が強く、集団で狩りを行う。このため一度大集団が出来上がると、人間ですら襲われる危険が高まり、周辺住民への脅威ともなりうる。1970年代には、かつての炭鉱廃墟に、多数の野犬が住みつき、緊急的な措置として、保健所の職員が、懲戒処分を覚悟の上で毒薬入りの餌を使用した、か、 地元領有会の協力を得て射殺した事例もある。鳥獣の保護、狩猟の適正化を目的とした鳥獣保護法では、三野で自活している野犬は狩猟鳥獣であり、獣や罠による狩猟が可能である。一方、迷い犬など一時的に人間から離れて生活している野ら犬は非狩猟鳥獣であり、狩猟することはできない。実際は、 野犬と野良犬との区別が極めて困難。首輪の有無及び野山に住むか街中をうろついているか程度でしか判断ができないで、あるため野犬を主要な狩猟対象として活動するハンターはほとんどいないとされている。野犬は日本在来の小動物や陸地に営響する鳥類を遅い食料とするため、 絶滅危惧種の保護上も重大な脅威となっている。前述の通り狩猟時の判別が極めて困難なため、ハンターによる積極的な駆除が行われることは稀である。犬、猫をはじめとするペットの飼い主には、生き物の一生を責任を持って飼うためにも、否認とマイクロチップ等、個体識別のための対策を講じることが不可欠で、あるとも主張されている。なおペットの息は、 動物虐待行為とみなされ、日本では50万円以下の罰金が科せられる。近年開発された埋め込み型マイクロチップ、フィドの一種は、ガラスのカプセルに封入したものを、動物の皮膚下に埋め込むことで登録する様式が一部自治体などで、始まっている。これらのカプセルは、非常に小型で、また、半永久的に機能するため、一度取り付けたら、それら動物、 人間も含むの障害を通じて機能し、専用の読み取り装置をかざした際に、登録番号を読み取ることが可能である。これにより、飼い主の責任を問うだけではなく、迷子になってしまったペットを保健所が保護した際に、返還に伴う連絡が確実になり、大切なペットが探している間に、処分されてしまったり、第三者に拾われて、 そのまま飼われてしまったりといった事態を避けることが可能となる。特にこれらはペットショップ等の販売店で取り付けられた場合には、飽きたからといってりに捨てる不良飼い主の発生防止にも役立つとみられ、また飼い犬の登録情報をデータベース化するで、つい忘れがちな定期予防接種の案内を発行するサービスなども期待されている。 しかしその一方マイクロチップ化導入には数々の反対意見がある。マイクロチップ埋め込み時に太い針を用いるため動物に痛みを伴う可能性があること、獣医師会が推進活動の主体になっていることから利権誘導ではないかという指摘などである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。